はい、おはようございます。MC ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンコツキぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、まずコメント紹介いきましょう。お三方ですね、連日登場してます加藤さんとミオさんとノティラさんからですね。で、このコメントはですね、アップルタイザーっていうドリンクのリクエストなんですけども、真ん中ですね、ミオさんからですね、その後にですよ、グレープタイザーも美味しいですよ、もう飲んでますかって書いてあります。ということで、昨日ですね、アップルタイザー動画にしたんですが、今日はですね、グレープタイザー買ってきております。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきましたグレープタイザーですね。これね、裏に書いてますけども、原産国南アフリカ共和国ですね。こんなの僕ね、知りませんでしたね。濃縮還元果汁 100% で、裏見たらですね、栄養成分 100ml あたりエネルギー 54kcal、 これは高めですね。昨日飲んだアップルタイザーはね、 44kcal なんで、カロリーが全然違うんですよね、高いと。ということは、今日のやつの方がね、もう美味しいんじゃないかと思ってますね。さあ、期待してますね。飲んでいきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。あ、テンション上がるね。ジョッキしか買ったありがとう。よし、行きましょう。あ、炭酸っぽいぞ。ん？昨日のアップルがですね、全然だったんですよ。これは、あ、でも、あ、ちょっとシュワシュワしてるな。これはうまそう。よし、匂い。あー、ぶどうだわ。うまそう。さあ、飲んでいきましょう。南アフリカのグレープタイザーですね。いただきます。いってきます。乾杯。お疲れ様でした。ガム飲みしてました。今日のやつですね、今日のやつも初めて飲んだんですけども、まず昨日飲んだですね、アップルタイザー、これね、全然ね、もう見た目もシュワシュワしてないし、飲んでもね、炭酸を感じなかったんですけど、今日のやつはね、見た目から感じて飲んでも感じましたね。で、めちゃくちゃうまかったですね。やった、よかった。カロリーがね、高いだけのことはあったかなって気がしましたけども、この瓶がまあ独特ですね。おしゃれですね。かっこいいな。今日のやつもですね、飲んでみてよかったなってね、そんな一本だったんで、もしですね、飲んでみたくなった気になった方は、ぜひね、試してみてください。さあ、最後に次回告知です。明日からですね、3日間ですね、ワールドカップデザイン館のビール、これをね、買ってきております。まだね、飲んでないんでね、一応ね、動画にしとこうと思ってね、買っております。明日ですね、こちら行きますか。バドワイザーですね。こいつをね、ぶっ決めていこうと思ってます。まあ、これもね、限定のデザイン感だしね、やっぱね、飲んどかないとなと思ってね、やっていくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。グレープタイザーうまかったわ。オーライさんです。ありがとう。